こんにちは、おはようございます、こんばんは、はとくまです。今日も海外のフィットネスを皆さんと一緒に共有していこうと思うんだけれども、まず最初は今週末にメンズフィジークの、ね、大会がまた行われるので、そこについての軽いアップデート。先週末のマイアミマッスルビーチプロかなっていうところで優勝したダニエル・アモンズっていう人と、あとは別の大会で4位を取ったイスマイル・ドミンゲス、彼が出てきます。ダニエル・アモンズは連続優勝を狙って出てくるのかなって思うんですが、個人的にさ、こうオリンピアが近づいてくるイコール大会数が少なくなってくるときに湧き出てくる感情なんですが、まあしょうがない、しょうがないし自由なんだけど、オリンピア決めた人はなんかもうね、オリンピアに行ってほしいっていう気持ちがあるんですよね。まあ要はオリンピア以外の大会に出ないでほしい的なね。もしだってまた優勝しちゃったらオリンピアに出る選手っていないんですよ。優勝して出れる人って生まれないんですよ。まあしょうがないことなんだけどさ。ということで、メンズフィジークで言うと、もう一つ本日は大きいニュースがあります。ジェレミー・ポトビン、昨年のミスターオリンピア第4位に入ったトップメンズフィジーク選手がクラシックフィジークに移行することを発表しました。ジェレミー・ポトビンはね、当分行かないと思ってたからびっくりしました。ポージング練習では結構クラシックのポージングやっていたりとか、あとはクラシックフィジーク選手と結構トレーニングしてたりはしてたから、まあ興味はあるっていうのは分かってたんですけど、本人自身2018年彼は10位に落ちたんですよね、オリンピアで。でその時に結構燃え尽き症候群じゃないけどメンタル結構やられてコンテストから離れたんですよ。ただ本当にメンズフィジークもう一回やりたい、オリンピアで頂点に立ちたいっていうことで2019年復帰して優勝してオリンピア決めて昨年4位に入ってるんですよね。っていう経緯があったので、そうそうすぐにはメンズフィジークから離れないだろうな、今年も出るだろうなって思ってたんですよね。でプラス彼はちょっと前の投稿で、13週間前タンパプロとかね、タンパプロ出る予定だったんですよ。でこのタンパプロにはアンドレ・ファーガソンも出る予定なので、アンドレ VS ジェレミー・ポトビン見れるなとか思ってたんですが、まさかのねクラシックフィジーク転向ということでめっちゃおっかなびっくりしました。ただ今年から移行するのかな、その辺具体的なところはまだわからないんですが、もしかしたらタンパプロもね、もうその時クラシックフィジーク移行するっていうのはなんとなく決めてて、クラシックフィジークのタンパプロに出るってことなのかもしれないんですが、まあ、それはそれで楽しみかなって思います。メンズフィジークはアンドレ・ファーガソンが出るから楽しみで、クラシックフィジークはジェレミー・ポトビンがクラシックデビューするからめっちゃ楽しみで、オープンボディビルはイアン・バリエルが出るじゃないですか。でイアン・バリエルも最近この腕とか結構話題になってるんですけど、めちゃくちゃでかくなってるんですよね。弱点の下半身とか背中とかもかなり自分自身でも改善してきたって言ってますし、昨年よりもいいコンディションで減量を進めてきてる。オープンボディビルはまあイアンが楽しみだしって思えば、全部のカテゴリーで楽しみが出たからそれはそれでいいんですけれども、まあびっくりしました。まあでも確かにね、メンズフィジークから結構最近クラシックフィジークに行って成功している人は多いし、メンズフィジーク選手から移行した時の特徴としてやっぱりウエストが細くて逆三角形、肩幅が広くてね綺麗っていうのが基準としてあるから、すごくクラシック行った時もそれが映えるんですよ。でジェレミー・ポトビンに関しては特にウエストの細さからの肩幅っていうのは目立つし、胸のボリュームとか肩とか腕のボリュームっていうのもすごいから、背中の立体感もあるしね、クラシックフィジーク行っても上半身は全然通用するとは思うんですよね。もちろんトップの選手と比べたらまだ足らない部分はあると思う。で特に下半身なんかはまだまだサイズが一回り二回り三回りぐらい必要だと思うんですが、もしねタンパプロでもうすぐデビューするのであれば非常に楽しみですね。最近ローガン・フランクリンとか現役のクラシックフィジーク選手ともトレーニングしてるから、本当にいろんなノウハウを教わってるだろうし楽しみです。ちなみに一緒にトレーニングしてるっていう意味で今言ったローガン・フランクリンに関してはテキサスプロに向けて今減量していて、昨年はね筋肉量がちょっと足らないとかコンディションがちょっと甘かったとかいろんな話がありましたが、今年このハムとか見てたり大腿四頭筋のパンパンな感じとか見てると、弱点は改善はしてきてるのかなって思いますし、なんといってもね彼の顔と筋肉の形っていうのがもう個人的には大好きなので、テキサスプロで今年オリンピア決めてくれるっていうのはもうね個人的には確定してるんですけど、オリンピアでねどこまで行くか、まだクリス・バムステッド、ブレオンとかと比べたら足らないところあると思いますが、将来的にクラシックフィジークでトップ5には絶対入ってくるメンバーだと思っているので、ローガン・フランクリンも引き続き楽しんで、今ジェレミー・ポトビーの話とかしてたけど、同じジェレミーで言うと、でクラシックフィジークで言うとジェレミー・ブエンディア、彼も一時期クラシックフィジークに行くか行かないかみたいな話あったんですが、で現状ね、なんかこの前のデニス・ジェームスとのインタビューを見てる限りではクラシックフィジークにはまあ行かないのかな、行く気がないみたいですね。今のクラシックフィジークはもうボディビルと変わんない、もうでかくなりすぎてるっていうところで、自分がそこまで行った時に健康で入れるなら挑戦してるけど、要はステロイドとかそういうのをいっぱいやらなきゃいけない、今以上にやらなきゃいけないってなって、ハードにやっていかなきゃいけないってなった時に、健康でいれるならやるけど、まあ、そうでいられるとは思えないからチャレンジしないみたいなことは言ってましたね。
まあサディークとかもね、昔そういうのがしんどくてクラシックフィジーク無理だっていうのでメンズフィジーク戻ったみたいな話もありましたから、やっぱクラシックフィジーク厳しいんだなって思うし、そう考えたらオープンボディビルのビッグラミーとかね、どんだけタフなんだよって思ったりするんですけれども。ということで、お次の話はオープンボディビルの話に戻るんですが、まずローリー・ウィンクラーですね。ローリー・ウィンクラーが最近ラリー・ウィールズと一緒にトレーニングしてるんだけど、もう筋肉の丸みがさ、ラリー・ウィールズとかと見比べると余計にすごいんだよね。肩とか腕の丸々しさで、彼は今年オリンピアまだ決めてないので、どっかに出ると思います。シカゴプロに出るかもしれないし、8月のタンパプロに出るかもしれないし、まあ、他の大会に出るかもしれないけど、まあ、まず間違いなくローリー・ウィンクラーが出る大会はローリー・ウィンクラーが優勝候補だし、優勝すると思うんですよね。だからもう本当にみんなローリーこっちに来ないでくれって思ってるぐらいだと思う。ビッグラミーと並ぶローリー・ウィンクラー、マスモンスターですから、昨年はコロナになっちゃって出れなかったけど、今年ね、もう彼のこの腕、二頭筋と三頭筋がステージでね、もうバッとダブルバイセプス取った時に、もう会場にいるファンはね、卒倒するんじゃないかなって。それぐらい、もう彼のね、ミュータントが入ってると言われてるこの腕がね、凄まじかったです。で、ボディビルで言うと、最後、フィル・ヒース。フィル・ヒースがこの前、インスタライブで腕のトレーニングをしていて、で、このダブルバイセプスとか、あと腹筋とかをね、見せてるんですよ。腹筋をフィル・ヒースが自ら見せる時が来るなんて、大会以外で。2020年じゃありえなかった話なんですけど、2021年、まあ彼は腸に問題があって、バブルガットとかではなくて病気があって、それを治して今もお腹は膨らんでないっていうようなことを彼女とかも言ってたりしたから、まあ、それをアピールするっていう意味でお腹を見せてるのかもしれないですけれども、この腹筋、この腕の感じを見て皆さんどうですかね。今年フィル・ヒース大会に出てくる可能性はまだあると思います。今年まだコロナがひどいからアスレティコも結局やらないし、彼がやりたいと思っていたザ・ロックのような俳優っていうのもうまくできないだろうから。で、昨年は彼の中ではね、優勝するっつって3位を取ってしまったっていう、まあ屈辱的ある意味ね、順位を取っているので、今年挽回するためにまた戻ってくるっていう可能性は大いにあるのかなと思えば、昨年以上にコンディション自体はね、結構いいのを保っているのかなと思うので、もし出てくるとすれば、この腕はね、やっぱまだ健在だなって思う。あとは、まあ、絞って立った時に、まあ、見た目の衰え感っていうか劣化感っていうと失礼ですけれども、2020年はやっぱり前世紀と比べると少し衰えたっていう感じがしたので、まあ、その辺どれだけ補えるか。今年は上位の選手たちもかなり調子が良さそう。特にハディ・チョーパンなんかは本当に今年オリンピア優勝するんじゃねえかなんて言われてるぐらいやばいので、まあ、どうなるか分かんないけど、ただまあ最近ね、ファンに向けてトレーニングとか腹を見せたりとかポージングしたりとか、ファンサービスが結構いいので、まあ、大会戻ってくるのかなって気も個人的にはしております。ということで、今日はいろんな人たちのアップデートを軽く軽くさせていただきました。少しでも面白かったためになったと思っていただけたら、高評価とチャンネル登録ボタンのクリックをぜひよろしくお願いいたします。またインスタグラムもやっているので、概要欄もしくはインスタの検索からフォローお願いいたします。では今日はこの辺で終わります。バイチャン。